皆さんこんにちは。武田邦彦非公式ブログへようこそ。本日お送りするのは、将棋界で起きた衝撃の事件です。解説は、武田邦彦先生です。それでは、動画をご覧ください。私は将棋とか碁っていうのもまあ好きなんですが、腕前はと言われますとですね、まあ、両方とも初段にはいかないというヘボ将棋、ヘボ碁なんですけども、それでも、まあ、非常に楽しみで今まで長い間やってきました。三浦九段という人がですね、まあ、この人は結構実績のある、まあ、素晴らしい人なんですね。まあ、この人がですね、対局中にたびたび席を外したという理由で、おそらく対局者かですね、それとも関係者が、まあ、それを察したっていうかですね、そういう感じで、それを文春の記者が取り上げて、そしてちょっと協会が判断を間違って三浦九段の対局を出場禁止にしたと、まあ、いうことになりましてね、まあ協会が出場を禁止したわけですから、まあ、三浦九段に疑いありと、まあ、いうことになりますよね。ところがよくよく調査したらもう全然関係ないと、根も葉もない嘘が蔓延したのはですね、現在、コンピューターによる最善手っていうかですね、最もこの時に指すべきいい手っていうのが出てくるようになってるんですよ。それと現実に三浦さんが指した手がですね、確か 70% か 80% が一致したんですね。ですからそれをもって、コンピューターで見たんじゃないかと。しかもコンピューターはそこにないので、スマホを遠隔操作してコンピューターを動かしてコンピューターの指示を得たんじゃないかというふうに疑われたわけですが、もちろん三浦九段のスマホにはそういうソフトは入れてないし、それから通常ですね、三浦九段ぐらいの腕の棋士になりますとね、そのコンピューターが指示する最適手というのと、大体 70-80% 合うらしいんですよ。もともとですね、もしも、今ですね、ちょっとこう、非常に面白いことなんで、今ですね、コンピューターの最もいいソフトとですね、まあ、日本の将棋打ちの一番素晴らしい人とが大体一緒の実力なんですよ。だから、もう将棋っていうのがなくなっちゃうのかもしれませんね。全部 AI になっちゃって、まあ、寂しいことですが、そういう時にこの問題が起きたんですね。で、まあ、将棋の世界とか、まあ、囲碁の世界、もしくはお相撲の世界ですね、まあ、こういう世界っていうのは、それを管理する人がいるんじゃなくて、相撲取りとか将棋指しが、組織を管理しますから、やっぱりね、今度のことがそうだって言いませんが、管理能力が不足してたり、それから体制が整ってなかったり、それからまあ何すたってその道で一流の人が、なりますからね。やっぱり一流の人って大体変人鬼人も多いですしね、いろんなごたごたが起こるんですよ。だからまあそれはそれで、しかしまあそれでもですね、相撲界、将棋界は将棋界でやった方がいいように僕も思いますね。ただ今度の問題の一番のいけないのはやっぱり週刊文春ですよ。それはね、お相撲取りの世界とか将棋の世界なんかをですね、ずる賢い、まあ大学をちゃんと出た、優秀な大学を出た、しかもずる賢い人がですね、中に入ってかき回そうと思ったらね、いくらでもあるんですよ。それはね、将棋とか相撲っていうのはその世界で非常に優れた能力があるわけですから、管理能力もないし、うっかりお酒でも飲めば人の悪口も言うわけですよ。そこにつけ込んでですね、週刊文春がまあ悪い記事を書いたわけですよ。だからまあ私は昔、ちょっと前から週刊文春のバズーカ、文春バズーカって言ってますけど、全く信用してませんね。っていうのは、彼らがやってることはですね、その例えばある女優さんの不倫だとか、それからスポーツ選手の薬物の問題とか、まあ、そういうなんちゅうかですね、まあ、下世話っていうかですね、人の弱点を明らかにして、まあ、そんだったら普通だったら、ああ、そうなのかというぐらいのことを大げさにやってですね、社会的に制裁するってことばっかやってんですよ。まあ、それなりに意味がないとは私言いませんけどね。ただあれですね、それ以外に非常に重要なことがあるわけですよ、世界にはですね。
シリアのアレッポの爆撃の問題とかですね、それからトルコの問題だとか、憲法改正やら、重要人物の逮捕というの問題もありますしね、まあ、日本でも沖縄の基地の問題だとか、それから、まあ、いろんな北方四島の問題とかあるわけですね。まあ、それは政治の世界なんですけれども、それは経済の問題も大きいですよね。そういう問題も織り交ぜながらゴシップが入るならまだいいですよ。そういう問題全くなくてですね、ゴシップだけ追っかけて、そしてあることないこと書くっていうね、この週刊文春というものが、まあ、日本社会で売れたり話題に乗ったりするってこと自体が、僕は今度の三浦九段の苦悩をもたらした原因だと思うんですね。まあ、日本社会はもう少し品もよく考えて、まあ、重要な問題は重要に取り上げていいけど、まあ、ある女優の不倫問題をね、ものすごく取り上げて、その女優のもう活動生命を奪ってしまうっていうところまでやると、それをみんなでリンチみたいに喜ぶというようなことをですね、主体としてやってたら、それは日本の子供たちに申し訳ないですよ。っていうのは、重要問題が次から次と遅れてですね、くだらない問題ばっか、いや、くだらないっていうかね、一人の女優が不倫をするってことは、ある意味では、まあ、重要まではいかなくても、まあまあ注目してもいいかもしれませんが、そういう問題で世間が重要問題から目をそらされるっていうのがね、いけないわけですね。ですから、まあ、週刊文春も、まあ、文藝春秋の週刊誌ですからね、やっぱり週刊文春と週刊新潮が二大週刊誌と言われるわけですよ。だけど世界から見たらね、ゴシップは書いてあるわ、女性の裸は掲載してるわと、本当に品がないんですよ。品のある週刊誌があって、そしてまあ品のない週刊誌もあるってならいいけど、日本はトップの週刊誌2つがね、ゴシップまみれなんですよ。だから日本っていうのは本当に文化があるのかと。まあ将棋なんか本当に香り高い文化なんですね。そういった香り高い文化の将棋がですね、そういう週刊誌の変なのにかき回されるわけですね。実は私ちょっとした問題で、その二大週刊誌の一つがですね、私のところにしつこく取材に来たんですよ。それで大体分かりましたからね、何を取材しようとしてるか。私がその記者にね、あなたはちゃんとした教育を受けて、世の中に出て立派な出版社に勤めてるじゃないかと。それで、まあ、今度の記事、大体私は予想がつくけど、こういう記事を出して、まあ、私を陥れてもいいけど、なんか意味があるんですかと。あなたの人生にとってこれはどういう意味を持ってるんですかと。あなたももし週刊誌の記者であれば、もっと有意義なことを取材して、有意義なことを出して、そして品格の高い週刊誌にすると。やっぱりあなたの今までの人生であれば、それからこれからの人生を考えれば、それが正しいというふうに言いました。その結果かどうか知りませんが、その記事は出ませんでしたね。だからそれは、ある意味ではいくら商業主義であってもですね、金さえ儲かればいいっていうんであれば、それはアウトローやら何やらいっぱいいるんですよ。しかし、恐れ多くもやっぱり出版界っていうのはね、やっぱり人間の知恵でもって仕事をするわけですから、この日本の二大週刊誌がゴシップにまみれて、しかも今度みたいな誤報をして、もう誤報なんか何とも思ってないですからね。とにかく人を痛めつければ喜ぶと。そういうですね、儲かればいいんだと。そういうような社会、それからその二大週刊誌を持ち上げる日本社会。これをやっぱり脱却するにはですね、今度の三浦九段が、その受けた苦悩ね、三浦九段の奥さんが悩んだ、その内容、それをよく我々は考えて、二度と再びこういうですね、苦しい、有能な人を苦しめるというようなことがないようにしてもらいたいと、まあ、そういうふうに思いますね。もう一つは AI の社会になって、こういう問題が今後起きてくると思いますので、まあ、そういうことに対して我々もですね、よくよく考える必要があろうかと、まあ、そのように思います。さて、いかがでしたでしょうか。以上、武田邦彦非公式ブログでした。チャンネル登録がお済みでない方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。